12年度のシードの告知用ポスター入学試験とは、入学志願者の中から入学を許可すべきものを決定するために実施される試験。略して入試とも言う。また、複数の団体が試験内容と実施方法を共通させて一斉に行う入学試験は共通入学試験という。入学試験は和製看護である。実態としての入学試験は、 明治時代の初頭からあったが、入学試験という語の書質は、作家、岩谷さざ波が1889年に、江ノ島の老舗旅館、近畿楼で表した短編小説、芋瀬街の秋に見られる、陸軍医学校の入学試験があるのでという一節と考えられる。1894年には、尋常中学校規定の中で、 学力を基準に、志願者が定員を超えた際には入学試験によって選抜することが定められた。それ以来、この入学試験の結果を基準として、成績上位者から順に収容定員まで合格者を決定する方式が、中等以上の様々な教育段階における入学者、選抜方式として用いられるようになった。同じ漢語でも中国語では、医理学講師という、英語では、 エントランスエグザミネーションといい、エントランスエグザムと略すことも多い。ただ、これらは、入学に限らず、入社などでも用いられる。共通入学試験は、コモンエントランスエグザミネーションといい、当時語では、CE というのが通例。受験は、明治時代生まれの和製看護であり、中国の看護では、当たる子をあるいは、当たるみという。いずれも、試験を受けることを意味する。 現代における代表的な受験としては、入学試験をはじめ、入社試験、公務員試験、資格試験などがある。応募して受験するを意味する動詞は、日本語にはないが、中国語では、投げ子という。受験する生徒を日本語では、受験生と言い、中国語では、当たる高生などという。受験する子供を日本語では、受験師と言うが、中国語では確認できない。 入学を志願する者に対して、当該学校での教育を受けるのに必要な学力を有しているか確認するために、入学試験を実施する場合が多い。また、志願者の数が入学定員を上回っている場合は、入学試験の結果をもとに選抜される場合が多い。入学試験は、進学を目指す試験対策、志望校選定、教科選択、 入学試験の受験といった一連の活動を伴う。人生を左右する一大イベントであるため、合格を願って自社に参拝したり、縁起物を買い求めたりする受験生や、その保護者も多い。初学年の式から新入学するための入学試験。初学年の式を過ぎてから編入学、転入学するための編入学試験や、転入学試験。 一部大学で実施される飛び入学のための飛び入学試験などがある。幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校、大学学部、短期大学、大学院、専修学校、各種学校、小庁大学校のいずれも入学試験を課する事例が多い。多くの国で義務教育の公立学校は入学試験を科さないが、 高等学校や大学は入学試験を課している。北の天満宮の絵馬、日本の受験生の大多数にとっては、神頼みも大事。受験を控えた時期には、日本各地の神社で合格を祈願する絵馬を目にすることができる。学問の神様として、有名な菅原道真を祀る北の天満宮は、受験生にとって、特別意味のある、パワースポットあるいは聖地と言える。 とある私立高校の大学入試現役合格者に関する告知用ポスター、東京大学の入学試験の合格発表日、合格者の受験番号を記したパネルの前で、見事合格を果たした受験生が在校生たちに祝福され、胴上げされている。ただし、安全面を考慮して2007年4月のこの時を、最後に胴上げは禁止された。高校、大学の入学時には、 基本的に、下級学校の卒業、または卒業見込みが前提になる。卒業していない場合は、入学資格試験を受験しなければならない場合が多い。中学校の場合は中学校卒業程度認定試験。高校の場合は、高等学校卒業程度認定試験の合格をもって卒業と同等とみなされる。高校、大学では、学業や、 スポーツなどで優れた技能を持つ者を推薦入試で採用することもある。大学、大学院。専門学校では社会人としての経歴を有する人に対して社会人入試を実施する学校も増加してきている。入学試験を受けることを予定しているもの及び入学試験を受けるものを受験生という。学校の最高学年に在籍中の受験生は現役生と言われ、 すでに学校を卒業した受験生は可年度生と言われる。また、可年度生のうち受験で不合格になったまま卒業し、翌年の合格を目指して予備校や自宅などでもう一年の準備を続けている受験生は基礎制または浪人制と言われる。なお基礎制といえば一旦就職して社会人になって受験を目指している人も指す。 入学試験は1月末から3月前半にかけての期間中に行われることが多い。中学受験等では最近では12月末頃から翌年に1月中旬にかけての期間中に実施されることが多くなった。また、中学受験では同じ地域の学校が同じ日に一斉に実施するのが通例である。入試は一般に午前中から行われるが一部の中学校は 午後に実施し、併願が可能な例もある。大学受験等は、大学入試センター試験等を除けば試験日が意図的に統一されることはないが、一般入試では、私立大学は2月前半、国公立大学の前期日程では2月後半に集中することが多い。入学試験は、学校単位で行われるが、かつては高校受験において、 学校間隔差や過剰な受験競争を防止するため、複数の学校単位で入学試験を行い合格者を居住地や学力などによって振り分ける総合選抜も実施されていた。この制度は合格者が通学したい高校を自由に選べないことや、総合選抜を採用した高校の大学進学実績が大幅に低下したことなどが問題視され、実施していたすべての地区で廃止された。 なお、入学試験の問題は、数学の問題における数式そのもの、社会科の問題における歴史的事実そのものといった場合を除き、作文した学校等に著作権が生じるとされる。それにもかかわらず、2019年には、大学入試センター試験の英語リスニングテスト問題に登場したキャラクターについて、試験終了直後から、コラージュ画像や動画などが次々に、 無断で制作される事象が発生した。特に2000年代以降の日本では各高校、大学の入学試験で出題ミスや採点ミスが報道されるようになってきている。兵庫県立高校で2009年に行われた入学試験や大阪府立高校で2013年に行われた入学試験では多数の高校において採点ミスが報道された。中国、韓国、 シンガポールなどといったアジア東部のいくつかの国においても共通試験や各大学の個別試験などが大学等の入学試験として課される。学歴社会である韓国では入試に遅刻しそうな受験者をパトカーが送るなどといった光景が風物詩となっている。ヨーロッパでは国際バカロレア資格におけるスコアも大学等の高等教育機関の入学試験の 要件として課す場合が多い。イギリス連邦では、一般教育修了上級レベルという試験を、大学等の高等教育の入学試験として、課している。オーストラリアでは、イヤー12と呼ばれるコースを履修し、その結果受験者に与えられるオーストラリアン、ターシャリアドミッションランクと呼ばれるスコアをもとに、大学の入学者選抜が行われる。アメリカ合衆国では、学科試験、 高校の成績と面接、各受験者の特別な才能等、大学ごとに入学者選抜が行われる。同時に、アメリカ合衆国の最高水準の大学の入学許可を得るのは、受験という範疇を超えており、家柄、先天的知能、天才的才能、誰から推薦状をもらっているかなどといった先天的部分が大きく影響するため、 トップレベルの大学への入学が困難である場合が多い。俳句において、入学試験とは、入学に際して2月下旬から3月上旬にかけての期間中に行われる入学選抜試験を意味しており、春の季語である。分類は人事、行事、生活。古季号としては、受験、受験生、受験士、受験期、受験科、受験区、合格、不合格。 九大、落第がある。以下の言葉は受験の失敗を連想してしまうため、受験生への禁句とされている。また、勉強頑張れ。などの言葉も受験生に不快感を与えてしまうため禁句とされている。ありがとうございます。